こんにちは、ライムです。よし、今日はですね、幻獣界への挑戦イフリートの後半戦が始まったので、月曜日なんですけど、月曜日から始まってイフリートからの試練6とイフリートからの試練エクストラが追加されます。で、今回からですね、イフリートがついに最大レベルの20レベルに強化が可能になるということで、はい、こちらをね、とりあえず今回はイフリートからの試練6ですね、6をやっていきたいと思います。エクストラはまた次回次の機会にということで、とりあえず6からですね、こちらをやっていきたいと思います。難易度は敵のレベルが60になっていますね。とりあえずもう何回か周回してるんですけど、やり方に関してはイフリートからの試練5と基本的なことは変わらないので、はい、パーティーは、まあ、前回の動画と一緒ですね。こちらでいきたいと思います。さあ、覚悟です。はい、まあこの辺は全然ね、なんかレベル60といってもザコに関してはすごく弱いので、ヤシトラがすごい狙われてる、めちゃめちゃヤシトラ狙われてるけど、次のターンで一気に倒しましょう。もうこれあと連打でいけるかな。で、ここでランドタートル、カメがねやってくると。で、このカメ自体もそんなに強くないので、これ1ターン目で甲羅に入ると防御力がアップするんですが、で、このオールって書いてある、これが0になると、0っていうか次のターンになると地震かなんかがやってくるのかな、確か。ですが攻撃される前に倒せちゃうので、甲羅に入るとターンがだいぶ遅れるので、はい、そこそこ育ってるパーティーなら攻撃される前に倒せちゃいますね。はい、まあやっぱり周回前提になってるので、素材をいっぱい集めるとしょうがないので、やっぱ周回前提の難易度にはなってますね。めちゃめちゃ難易度高かったら周回するのも辛いですからね。そこはさすがに考えてくれてるみたいです。ベヒーモスは前のなんだっけ、スコールのイベントで出てきたんだっけ、ベヒーモスって。内容は一緒ですね、やってくるパターンとかは全部一緒なんで。次がまたバン狙われてるのね。次 A、 これバフですね、確か。攻撃力上がるおたけびかなんかかな、なんで普通にここは HP 攻撃しちゃっても大丈夫です、ね。はい、で次オールって出てるんですけど、これ雷鎚か何かなんで、ここで一応ブレイブを貯めておきます。全体攻撃を食らった後に倒しに行きましょう。はい、これでもまだどうかな、これ結構ターンに余裕があるんですよ。いけるかな、これ削り切れるかな。はい、いけますね。まあ無理する必要ないんで、全然ミッションに関しては個別に取っても大丈夫なので、一気に3つ取る必要はないので、でキマイラについても今までと全く戦い方に関しては一緒です。まず赤いので単体攻撃、炎の蹄1000くらいブレイブ持ってかれますので、1000以上は残すようにしましょう。
で次はブリザラとか飛んでくるのかな、確かこの青いやつが。はい、ブリザラはなんかすごい弱いんですよね。炎の蹄はすごい強いんですけど、で次全体攻撃が来るので、サンダーブレスが来るので、ここでブレイブをはめ直します。サンダーブレスか、うん、サンダーブレス。次ヤシトラか。ヤシトラが狙われているので、これ2ターン目でブレイブが敵のブレイブが溜まっているとなんか蹴られたりするかな、バックキックみたいなの飛んでくる確率が高いので、やった感じ。ブレイブはしっかり削りましょう。またバンだ。HP が7割くらいにいくと力の叫びで攻撃力が上がります。うわー、食らった、バックキック。まあ、とりあえずブレイクされなければね、大丈夫かなというところで。オール。これ、ここでまたブレイブをため直して。俺の出番だ。バンマックスなんで意味ないですけどね。で、こっからですね、こっからちょっとどのタイミングで。HP を削っていくかってとこがね、ちょっと難しいんですけど、とりあえず全員マックスになって次のターンかな。大火球、あーこれ来るか。これめちゃめちゃブレイブ持ってかれるんで、これきついですよね。イフリートいっちゃうかな。いっちゃおうか。とりあえずヤシトラのブレイブがマックスなので、とっておきだ。でここでメディカラ入れて、頼りにしてるわね。リターンで HP 攻撃。終わりだ。メディカラかな。メディカラ入れて、バンでレッドスパイラル。とっておきだ。ジターンのフリエナジー。次がバフ攻撃なので、とりあえずまだ安心ですね。このままバンも続けてレッドスパイラル打っても大丈夫でしょう。HP が減ってくるとね、敵もバフのオンパレードなんでね。ブレイブ D じゃねえと、 HP D じゃねえ。はい、これでヤシトラの攻撃で終わりですね。とまあこんな感じです。ずいぶんターンに余裕があるんで、こんなに一気に召喚獣から叩き、大丈夫です。はい、うん、焦んなくてもね。お、更新したよ。総アクション数78で、ミッションが130アクション以内にクリアしようなので、はい、畳みかける必要は全然ありません。まあのんびりやっても大丈夫です。だからもっと全然レベルが低くても大丈夫だったりするのかな。あ、今さらっと素材流しちゃいましたけど、素材に関してはやっぱりここが一番もらえますね。今とりあえずね、僕のイフリートがレベル19まで来たんですけど、あと1レベルで、素材が必要素材がこんな感じで、はい、膨大な数要求されますけど、うん、で星4の素材に関してはこれですね。これにヒートラソウルに関してはイフリートからの試練のミッション報酬でしか確かもらえないと思うので、はい、イフリートのレベルをマックスにしたいのであれば、ミッションを必ず全てコンプリートしてください。しないとできませんね。これ普通にドロップはしないので、この星3まではドロップします。で一番効率がいいところがイフリートからの試練6ですね。スタミナが30で、小さい素材ヒートラマターとか10個とか
一番小さい方で20個とか手に入るので効率がやっぱ全然試練の5とは全然違いますね。はい。で難易度もそんなにそこまで大幅に5と6で変わらないので5をね簡単にまあクリアできる方は6も全然いけると思うので、はい、そんな感じです。で来月に関しては昨日生放送ありましたね。来月に関しては芝のイベントが始まるそうで、はい、こちらも期待したいなと思います。それから明日から第6章メインストーリーの6章が始まるということで、シャントットとかが仲間になるのかな、楽しみですね。でまた動画撮る機会があればどんどん撮っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。こんなところかな。はい、それでは皆さんイフリートの強化頑張りましょう。それではご視聴ありがとうございました。